てよよ。長い間手紙を書かなかった。無論白い手紙だ。11ヶ月の間、音信不通で申し訳なかった。音信不通にするしかなかったんだよ。僕は少し後悔している。例のブルトンにあの後、僕は手紙を書いた。例の、落ちぼ拾いの召集についてだ。僕が彼に直接会って話そうとすれば多分門前払いだったと考えたからだ。いや違う。正直に言おうよ。 彼がどんな反応を示すか知りたかったと言った方が良いだろうか。それも正確ではない。僕には下心があったと今では思う。11ヶ月もの間僕は危機からも家族からも何の援助もなく、どうやって生活していたか不思議に思わないか。ブルトンは恵まれない人にということで、ちょっと言えないくらい大金を僕に送ってきてくれた。正直に言えば予想していたのかもしれない。 僕は小賢しい人間なのだ。金儲け主義のブーピルで身につけてしまったのかもしれない。僕は何も返事は書かなかった。もう来るな、何も言うな、という意味に思えたんだ。だから遠慮なく使わせてもらった。無論、最低限生きていける分だけ使わせてもらった。残りは君の察しの通りだ。恵まれない貧しい人々に施した。だがね、もう済んだことだから忘れる。それはもう過去のことだ。 でも別な意味で発見があった。僕の目は超人とはどうやら違うらしい。なぜこんな細かいところまで見えるのだろうか。なんでこんな細部まで観察せずにはいられないのだろうか。誰も気がつかないところまで発見できるのだろうか。うぬぼれじゃないよ。今回のブルトンの件で証明された気がする。自分で自分を分析してみたんだ。 どうもブーピル紹介ホワグ視点の写真複製部門の責任者だったことが関係しているのかもしれない。隅々まで確認して誇りがないことを確認して焼き付けねば台無しだからね。あんな修行は普通できないだろう。どうもそれに関係ありそうだ。しかも左右反転の見方も知らず知らずに身についてしまった。物の考え方もそんな風に両側から見るようになってしまったような気がする。いずれにしても、 こんな見方で絵画を鑑賞する人間はあまりいないのかもしれない。僕は変なところで自信をつけてしまった。超一流の美術評論家になった記載する。普通美術史家や美術の評論は後追いだ。作品が先にあって評論するからね。美術史家はただの歴史のどこに位置づけするかの座標係に過ぎないのだ。僕がへの評論をしたって誰も聞かないことは百も承知さ。 どうせお決まりの良い大学出身で、お決まりの仲良しサロンに入らねば誰も見向きもしない。どこもかしこも同じだ。僕して思い知らされたよ。だがね、ブーピルのようなつまらない絵を転がして儲けるのは商売だから仕方ないかもしれない。でも反面、画商という仕事は素晴らしい仕事ではないだろうか。自分の目を信じ、新たなる才能を発見できるんだからね。 ある意味美術史家や評論家より素晴らしい仕事なのだ。僕は絵を見るのが好きだ。だが、どうも通常見るようには干渉していないらしい。そのことに気がついたことは大いなる収穫さ。だがもう自分ではそんな仕事はできない。ではどうするか。絵を見る目の方が先行してしまった人間は自分で描く以外に手はないように思うんだ。自分が納得できる絵が描ければそれで十分だからだ。 話が飛躍しすぎているのだろうか。サロンも世間の評価も全く関係ないわけだ。あの連中は何も見えてはいない。私がもし描けるようになれば必ず歴史に残る絵が描けるはずだと確信した。君は笑わないよね。焼却頼む。